語の DB English。 今日は早速復習からやってやろうじゃないか。復習の続きを始めましょう。そんな復習ではない。そう、漢字が違うことに気がついたんだ。私は気がついてなかったのか。貴様、復習って違うだろ。そっちの復習は Revenge の方だ。私が言ってるのは Review の方だ。 Review？ そう、Review ね。復習だ。はい、前やったやつを復習するのは Review するな。なんだ。さあ、これだ。俺の技じゃないか。そうだ、ちゃんと言え。ファイヌーフラッシュ。そうだ、あんたに前これちゃんとファイヌーな、ファイヌー、ファイノー、ファイノー、ファイノーになる。ファイヌーフラッシュ。そうだ。で、ポイントはまず1個、L がウになるっていうことを覚えてる。言ったな。そうだ、ダークエル。ドラゴンボール。そうだそうだ、ダークエルの発音だ。ああ、ダークエルを知らないやつはレッスン8を見直すから。8なんだな、8もやる。さあ、で、これもう一つ大事なポイントがあって、まあ、この単語に限らないんだが、なんだ、もう1個大事なポイントがある。それがシュワー。あ？シュワーというんだが、日本語だと曖昧母音っていうような言い方をしている。曖昧母音。そうだ、厳密に言うとちょっと違うんだが、でも別に音声学の研究してるわけじゃないから、一応今回のレッスンではシュワーイコール曖昧母音として解説してやろうじゃないか。ほう。曖昧母音っていうのはまずどんな音かっていうと、あ、聞こえるか、あ、っていう音。何を言ってんの？曖昧だから今シュワーの音が違う。ベチッ。それは典型的な間違ったシュワーだ。何？で、今どういうふうにやってるかっていうと、口全体の力を抜いた状態でリラックスした状態で空気を出してる。あ、それだ。違う、だから今力入れてるじゃないか。力入れちゃいけないの。どこにも力入れちゃいけないの。どこにも力を入れずに空気を出せ。あ。そうだ。それがシュワー、曖昧ボイン。違う、だから、違う、だからその筋肉使ってるだろ。筋肉使っちゃいけない。リラックスして。よいしょ。あ、そう、リラックスっていうのは合ってるけど、空気を、それがシュワー、曖昧ボイン。シュワー。で、まあ今そのどんな音かっていうのを説明したんだが、じゃあどんな時に使うのかっていう説明をする前に、うん、英語にはアクセントがあるということをおさらいしよう。そりゃそうだ。そう、アクセント、例えばファイナルだったとしたらどこにアクセントが来る？最初だ。そうだ。まあ簡単に分かったやつもいるかもしれないが、ファイナルなのかファイノーなのか、うん、ファイノウなのか、うん、どれかって言ったらあんた正解だった。それは1だろ。ファイ、うん、ファイノで、ここにアクセントがある、うん、で、シュワーは絶対にアクセントがあるところには来ない。来ない、来ない、うん、っていうことは、うん、ここのファイ以外のところでシュワーが使われる。はあ、で、ちょっと難しい話なのが、英語ってアクセントがあるところ以外は基本子音だけの音を出すんだ。だから例えばなんだが、ファイ、ここはアクセントがある、うん、ナウ、ここは N と L、子音だから N と L だな、うん、AEIOU は母音だからそれ以外のところってなると N と L、 N と L。 そうで、N の音はナ、ナ、ナで、L はダークエルだからウ、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 ナとウの発音になる、うん、だけどファイのウとは発音できないから、うん、これをくっつけるために使われるのがシュワーの。おう。だからヌとウの間にシュワーのウっていう音を入れてきれいに出す。何を出入りしてんだ、さっきから。おう。ファイの。あ？ファイの。ファイの。そう、ファイの。ファイの。っていう風になるんだ。うん。大丈夫か？まあ、なんとなくな。だから、ポイント、英語のポイントはアクセントがあるところ以外は全部子音で言う。子音。子音で発音する。母音はいらんと。母音はいらない。ほう。だけど、まあ、完全に母音が抜けちゃうと発音しにくいから、自然と曖昧母音を挟むことによってその子音の発音をつなげているっていうイメージだ。うん。だから、これだったらファイの。ファイの。ファイの。そうだ。で、ファイナルフラッシュとなる。ファイナルフラッシュ。ファイナルフラッシュ。フラッシュ。よし。例えばこれ。うん、じゃあ、例えば、ドラゴンボール。これだったら、どこにシュワー、
曖昧母音が使われているか、わかるか？ドラゴンはここだろ、アクセント。で、ここだろ。おー、すごいな。当たり前だ。そうだ、まずは大事なのは、アクセントがどこにあるかを見つけること。うん、だから、今言った、ドラゴンボール。うん、ドラゴンボールなのか、ドラゴンボールなのか、ドラゴンなのか。って言ったら、真ん中の、ドラゴンボール。ドラ。だから、ここにアクセントがある。うん、っていうことは、ここは曖昧母音は使われていない。だから、ドラ。あと残ってるのは、GON。うん、子音だけが残るから、G と N。グッとんが残る。グッとんをつなげるために、シュワーを使って、つなげて、ドラゴン。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 まあ、要は手抜いて言えってことだな、この辺は。あ、そういうことだ。ああ、そうだ、頭でそんなに、あ、ここに曖昧母音が入るとか考えなくていいんだが、うん、自然と子音だけを発音しようとすると、自然と曖昧母音を使うことになる。ほう。ドラゴンボール。ドラゴンボール。そうだ。発音してみろ。リーデル。そうだな。ここがアクセントで、ここはその曖昧なんとかだろう。そうだ。だから、例えば発音記号とか見ても、人によって例えば国が違えば曖昧母音の使い方もちょっと変わってくるんだから、発音が変わるから、うん、で、これの場合ヴィーロだから、今言ったみたいにここにアクセントが来るな。ああ、ということは D と L の発音をしなくちゃいけない。 D、 う、 D、 D、 う、 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 うをくっつけるためにシュワーを使ってヴィーロ、ヴィード、ヴィード、ヴィード、そうだ、っていうふうに、ヴィードだな、もうヴィード、ドとウを発音してるだけだ。だからもうここ母音を発音しなくていいっていうふうに思えばいい。子音だけで発音するっていうイメージだ。ヴィード。よく出てくるなこいつ。そうだ。ジェネラルブルー。ん？ジェネラル、ジェネラル、ラル？ジェネラル。ジェネラル、ここにアクセントあるな。違う、ジェネラル。確認するぞ。ジェネラルなのか、ジェネラルなのか、ジェネラルなのか、ジェネラルなのか。いや、まあ最初は最初だ。そうだ、ジェネラル。だからここにジェ、ジェってアクセントがあるから、あとは、子音だけで発音する。うん、そうすると、ヌ、ロ、ウ。だから、General。だから人によるんだが、ここにまず曖昧母音が来る。で、ここにも曖昧母音が来ることがある。うん、General。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 そう、General Blue。General Blue。そうだ。で、これちょっとポイントだ。発音してみろ。スカウル。もう一回発音してみろ。スカウル。あんたもしかしたらアメリカ寄りの発音かもしれないな。いいだろ、それで。いいぞ、私もアメリカ寄りの発音だ。だから、スカウダー。スカウダー。スカウダーになる。で、イギリス人だと、多分、スカウター。スカウター。スカウター。ってなると、曖昧母音の位置が変わってくるんだ。だからさっき言った、その国によってとか人によって発音が変わってくるから、曖昧母音の使い方も変わってくるっていうのはそういうことなんだ。だから、イギリス人だと、スカウター。スカウター。っていうことは、ここにも曖昧母音が来る。うん、スカウダー。そうだな。だからアメリカの英語だとあんまりここに曖昧母音が入ってこないんだが、イギリスの英語だとはっきりここにスカウター。おー、スカウター。ちょっとイギリス英語で練習してみるか。うん、スカウター。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 そうだ。というふうに、ああ、この単語単語でもちょっと曖昧母音が入ってくるところが変わってくるんだが、うん、文にするとまた変わってきたりするんだ。なるほど。だから、まあそれはたった10分くらいでは説明できない。無理だな、これはちょっと。ということで、曖昧母音、ざっくりだが説明してやった。少しは分かったか？多少な。そう、曖昧母音が分かるようになってくると、リスニング力がダントツアップする。まあ、貴様の母音も曖昧だからな、それな。あ、なんてこと言うんだ。すごい巨乳なんだからな。すごい巨乳なのか。そうだ。見せてみろ。見せない。なんで見せないんだ。そうだ、そのクリリンにしか見せてやらないんだ。何？お前、バカだな。なんだ。次。なんで焦ってんの。そう、次行ったら殺すぞ。何をだ。続きやんの。当たり前だ。そうかな。